はい、皆さんどうもこんにちは、くらやぎです。先日プロスピエース公式チャンネルの方で、まあプロスピエース新プロジェクト、発表特番ということで、まあね、4つの大きい発表があったんですけど、まあちょっとね、リーグ勢の方からしたら、ちょっと残念な発表というか、まあ4つとも全部ね、リアタイの告知だったということで、まあちょっとね、公式の動画の方が軽く炎上的なことをしてるんですけど、まあそうですね、もしまあ僕が仮にリーグ勢だった場合、まあぶっちゃけ皆さんと同じような反応するかなっていうところであったんですけど、そのダルビッシュさんとかがね絡んでるってことで、セレクションの発表なんかもあるかなって思ってたんですけど、まあそれも全くなく、本当に完全リアタイ勢向け、リアタイの上位勢向けの発表になっちゃったんですけど、まあそれでもね、学生大会だったり、まあ純正でね、各球団に分かれて、まあ上位12人を争うっていう、まあちょっと普段の大会よりは枠が広がって、まあ開催される大会の発表なんかあったんで、まあ今まで全く入ってなかったり、リアタイやってない人でも、ぶっちゃけこれチャンスかなとは本当に思います。まあ今からね、まあ純正の大会で言うと、期間がそんなにないんですけど、まあ、9月の中旬かなという発表があったんですけど、まあでもね、学生大会の方でも、決勝とか、優勝とかすれば、スピチャの決勝大会のブロックとかに呼ばれるみたいですし、まあ、純正の方ではね、いいペナントレースで、まあ、いいスポーツの競技になって、まあ、ちょっと報酬の方もね、まあ、現実のお金の方で報酬が出るというところで、まあ、ちょっとリアタイ勢からしたら、楽しみなね、発表が非常に多かったんですけど、まあ、僕はね、もちろん、ずっと続けてきたカープ純正で、大会臨むつもりでいるんですけど、まあ、ちょっとね、オーダーの方がまだまだ、未熟というところで、本日はね、まあ、僕自身のオーダーを軽く見て、まあ、どこを補強したらいいのかっていう、ちょっとまあ自分のオーダーの分析と、まあ、カープ純正の方はね、僕のオーダーを見てもらって、まあ、全然参考にとかしてもらっていいですし、まあ、ちょっと後の方でね、じゃあ今から大会に向けて何をしたらいいのかっていうのを、まあ、軽くちょっと本日は触れていこうかなと思います。よかったら最後まで、見てってください。それではまずオーダーの方から、見ていこうと思います。とりあえず現状の、僕のベストオーダーですかね。まあ今の時点では3月に開かれた純正杯の時と同じようなメンバーですかね。まあ相沢さんが3700になったり、蝶野さんが、3700になったりはしてるんですけど、まあメインのね、大元の選手っていうのはそこまで変わってないかなというふうに思います。で、野手ほとんどまあ変わんないんですけど、育成の方を終わらすとね、こういうメンバーにしようかなと思ってます。それが、こちらです。はい、こうですね。まあ、何が変わったんだというところになるんですけど、これセンターの丸さんがセレクションから2018年シリーズ2のアニバの方に、まあ育成が終わり次第変えようかなと思ってまして、っていうのも守備もねデフォルトで A ありますし、で特納の第3特納もね、選球眼から選抜で、ミートの上がり幅は一緒なんですけど、まあ、選抜の方は 100% 発動というところで、で第2特納もねパワーヒッターではなくパワーヒッター下位で上がり幅が大きいんで、まあ、こっちの丸さんの方が、強いというところで、まあ、こちらの丸さんの育成が終わり次第、まあ、変更しようかなというところでございます。でサードはもう堂林さんですね。もう今シリーズからね守備も C になって、特殊でね、補給も C に乗ることができるんで、まあ、スローイング E っていうのがちょっと、怖いところであるんですけど、まあ、カープ純正の中のサードで言ったらもう全然守れる方だと思うんで、まあ、これは全然大丈夫かな、いいかなっていう風にはございます。あで DH に、江藤さんというところなんですけど、スピリッツがね3200で、まあ、純正同士の対決というところで、まあ、とりあえず1回スピ解放して3400まで持っていこうかなと思ってます。3500にするかはねちょっと微妙です。江藤さんね多分ミート下げられるんですけど、パワーって全然下がんないんですよ。まあ、ミート下がってもパワーさえあれば飛んでいくんで、まあ、ぶっちゃけ3500にはしなくていいかなっていうちょっと考えは僕の中であります。まあ、もしかしたらね3500にしてるかもしれないんですけど、はい。で DH に入ってた新井さんがファーストに入ることになりますね。メインポジションサードなんですけどファーストもできると。ただ特殊で、サブポジションなんで別にこれは C には乗りませんし、補給もスローイングもちょっと不安要素があるっていうところではございます。ファースト代わり誰か おらんかね、守れて打てる選手。前までだったらね堂林さんが守備 C で、まあ、守れて打てる選手だったんですけど、それをサードに回しちゃったんで継承することによって、ちょっとどうしようかなっていうところではございます。ただ新井さんは外せんし、江藤さんも使いたいってなるとやっぱりこうなっちゃうのかなっていう風にはなりますね。はい。
で山本浩二さんですね。山本浩二さんも3200で、まあ、特殊してる状態ですね。で山本浩二さんもね、特能がとりあえずめちゃくちゃ強いんで、まあ、あの3400で、ぶっちゃけ申し分ないかなっていうところであるんですけど、こちらもちょっと様子見て、まあ、3500にするのか3400で止めておくのかっていうところをちょっと考えておきます。でめっちゃ悩んでるのがこちら菊池さんなんですよね。まあ前回の TS2 段かな出た菊池さん、特殊でね S 乗る菊池さんなんですけど、この菊池さんを使うか、それとも僕がもう一体ね、持ってるちょっとこっちの菊池さんになっちゃうんですけど、あすいません、能力の方はねちょっとスピ解放、しちゃったんでちょっとまあ分かんないと思うんですけど、能力で言ったら80、70、80ですね。ミート総力同値で、まあ、高級筆がついて80、70、80っていう感じなんですけど、こっちの菊池さん何がいいかっていうと、守備は86なんですけど、特能がねチャンス20丸なんですよ。チャンス20丸っていうのはミートパワープラス10されるんで、確か10 TS の菊池さんよりかはバッティング能力は、いいかなっていう感じになるんですよ。で菊池さんをね3400にしてチャンスさえ出たらね、もう十分強い特能になるんで、菊池さんめっちゃ打ちやすいんですよ。チャンスとか出たりしたら、出なくても打ちやすいけど、まあ、出たらねさらに打ちやすくなるんで、ちょっとこっちの菊池さんもね使おうかなっていうところで、TS の菊池さん取ったんですけど、こちらの方もねスピ解放させていただきました。はい、でも野手はこんな感じですかね。ただちょっと控えが、はい、ちょっと変わるかなっていうところなんですけど、うん、まだちょっと控えは未確定っていうところで、スタメンは多分こんな感じでいくかなと思います。はい、じゃあ投手見ていきましょう。投手はまあこんな感じですかね。まあ外小場さんがいて、大野さんがいて、大野さんはこれは現状マックス3400まで持ってこれてるんで、あとはトツコーチ5枚ぶち込むだけですね。まあ、とりあえず一旦5枚はまずまだぶち込まずに、置いてます。で前田健太さんがいて、まあ、僕は矢蓋さんを先発で使おうかなと思ってますね。はい、まあ、もしかしたらね中継ぎ、あれだもつけてないんよ俺、まあ、もしかしたらね中継ぎにね配置転換するかもしれないですけど、あれだもねしっかり後々つけようと思います。で第5先発なんですけど、床田さんでいくか、このね先日165キロを出したでおなじみのコルニエル選手でいくかで、まあめっちゃ悩んでて、とりあえずコルニエル選手は、まあ、通常が出るかもしれないんで覚醒させずに置いといて、まあ、もし当たらなかったら大会寸前で解放じゃねえ、覚醒さすかなって感じなんですけど、まあ、とりあえず絶対使うのは間違いなくて、まあ、先発で使うか中継ぎで使うかっていうところをちょっと試行錯誤していこうかなっていうところでございます。まあね、特能もタイピンチついてますしね。あ、 A じゃ見られへんのか。まあ、タイピンチね第3特能なんですけどついてるんで、まあ、十分強いですし、ツーシームスプリットなんで球速も速いですしね、まあ、必ず必要になってくる選手かなと思います。まあ、で中継ぎはねもう堀江さんがいて、まあ、ここフランサー選手なんですけど、あ、ごめんなさい、市岡さんですね。市岡さんの方がいいですね。一岡さんかながいて、アドワさん、もうムービングガチャっすよね。ムービングファースト、B 級位のタイピンチ20までで S になると。もう最強のね、運ゲーのアドワさんがここにどっしりと構えてもらって、で、中崎さんもね、運ゲーのムービングガチャを持ってて、まあね、高速シュートとタイピンチ20までとかもね、非常に球種も豊富なんで、まあめちゃくちゃ強いピッチャーの一人かなと思いますし、で長川さんですね、フォーク2種。まあちょっと最近長川さんも打たれてき始めてるんですけど、まあさすがに長川さん外せないかなっていうところで、まあ絶対入れるかなと思います。でもピッチャーは現状こんな感じですかね。ピッチャーがこんな感じで、野手が、こんな感じですねを、ただただ育成していくというところではございます。でまあね、あのスピちゃんに向けての、話になるんですけど、まあ期間がないと言いながらも結構期間っていうのあるんで、まあこちらの画像を見てもらったら分かるんですけど、まあ、6月7月に学生の e スポーツ選手権かながまあエントリーがあって、そこから4月の中盤からブロック大会が始まって、でそこから8月のこれ頭かなで、ダルビッシュチャレンジカップ、これちょっとまだルール出てないんでどんなものか分かんないんですけど、まあ、これの4オンライン予選があって、で9月序盤に決勝があって、でそこから9月中盤からこの純正の、予選、オンライン予選が始まるっていうところで、まあ、期間がなさそうで、まあ、一応あるっちゃあるんですよね。だからまあ何するかっていうと、まあ、とりあえず、純正でランク戦挑んで、まあ、どういうところがね強いのか、どういうピッチャーがどういう配球をしたら強いのかっていうのを、まあ、とりあえず自分で模索すると。で野手の方もまあ普段12球団使ってる、まあ、パワーミート特のゴリゴリの選手たちではないんで、まあ、十分強いけどカーブ純正
強いけど、まあ、そういうわけではないんで、まあ、そういう選手をね使って、まあ、使用感であったりとかをしっかり試して、まあ、いざねこうオンライン予選が始まってうわこの選手打ちにくいってなってもそれはもったいないんで、まあ、別に変えたらいい話かもしれないですけどちょっともったいないんで、まあ、そういうところランク戦で、しっかり試していけばいいかなと思います。まあ、投手の配球野手の打ちやすさ打ちにくさっていうのをしっかりとランク戦もやりながら自分でね、オンライン予選までしっかり研究していきましょう。で、まあ、あとね、まあ、大会があるからといって今すぐにね例えばスピ解放とかをするんではなく、まあ、僕、まだ大和浩二さんとか江藤さんとかスピ解放してない理由っていうのは、まあ、もし仮に、まあ、候補とか上げてったら正直絞られてくると思うんですけど、もし仮に、まあ、OB セレクション OB 外国人 OB セレクションかながこの9月の中旬に間に合うかちょっとどうかごめんなさい分かんないですけど、もし仮にそういうところとか、まあ、TS とかで現状の選手より強い選手が出た場合、まあ、そっちを使った方がいいんでね、スピリッツ最新だしいいんで、まあ、もしそっちとチェンジできるんだったらそっちとチェンジするつもりっちゃつもりなんで、まあ、一旦、まあ、あの保留というか、まあ、スピリッツ解放2回とかしないといけないんだったら1回ぐらいはね今から始めといてもいいんですけど、まあ、あと1回とかなんで山本浩二さんセブンも江藤さんも、まあ、とりあえず大会ギリギリになって最悪、ストック経験値もしっかり貯めといてそれぶっ込んだらいいかなっていう考えなんで、まあ、今すぐにスピ解放するのはちょっと気が早いかなっていうところあるんで、それはしっかり、慎重にやっていってもらったらなと思います。まあ、一つカープ純正の方に夢っていうかワクワクを与えるとするならば、外国人 OB の方で広島カープの、グレッグ・ラロッカさんが一応候補っちゃ候補なんですよね。今ラロッカさんの、まあ、2004年カープに在籍していた時の成績っていうのが打率が3割2分8厘でホームランが40本盗塁が11打点101の安打が143、まあ、しっかり打席数もね513打席だって、まあ、規定打席もね到達してるラロッカさんであるんですけど、まあ、このラロッカさんが、まあ、登場する可能性は全然ありえるんで、まあ、DH 枠とかでねあの全然あの起用なんかも見込めるんで、まあ、それを見ると、まあ、一旦 DH 枠とかベンチ枠っていうのをゆとり持っといてもいいかなっていうところではあるんですよね。まあ、このラロッカさんが出たらまあめちゃくちゃ熱いんじゃないか。ポジション、まあ、2塁手3塁手1塁手かな主にやってたのは、まあ、僕もこの世代じゃないんでちょっと全然ラロッカさんの現役の時は知らないんですけど、まあ、プロスピで出たらまあ、40本打ってますしね、全然アーティストの可能性もあるんで、まあ、非常にカープ純正としては楽しみではあるというところではございます。というところでね、本日は、ただ僕のオーダーを振り返りというか、まあ、確認現状確認ですねというようなまあ動画だったんですが、まあ、ここから2ヶ月、どれぐらい強くできているのか楽しみでありますし、まあ、広島純正同士のね、オンライン予選の試合っていうのもまあ非常に楽しみなところであるんで、カープ純正民の皆さん、頑張りましょう。すいませんちょっとカープ純正民の傾けの言葉になってるけど、これ他の球団でも言えるからね、スピ解放の話とか他の球団の方でも一緒なんで、まあ、すぐにスピ解放とかまだ早まるのはもうちょっと待った方がいいですよっていう話なんで、まあ、この動画がためになったよっていう方は、チャンネル登録高評価、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。